岸田内閣で資産のトップは野田大臣でした。岸田内閣の資産が公開され、家族分を含めた総資産が最も多かったのは野田少子化担当大臣で2億8553万円でした。公社債などの有価証券9498万円や、夫がハワイに所有する不動産1億5878万円などです。2番目は斉藤国土交通大臣で2億円を超え、最も少なかったのは牧島デジタル大臣の0円でした。岸田総理は土地や建物が計1億7595万円に上り、2億868万円の4位となりました。